吹雪テトラ。真夏に急いで南沼エビ水槽を立ち上げました。どうもこんにちは、吹雪です。水草水槽で使う予定の水草が先に手に入ったんですけど、枯れてきたので急いで南沼エビ水槽に入れようと思います。以前ランクインした干し草 SP 口です。人の好みによると思うんですけれども、私はこの水草がなぜか好きなので、今年はちょっとこの干し草 SP 口に注目して育成してみようかなと思います。でこれはまあ以前紹介したやつと、あと南米版の干し草 SP 口ってのがこの根っこの太いやつ、南米の方がちょっとこう緑感が強いっていう、で南米じゃない普通の SP 口はちょっと黄緑感があるっていう、まあその辺に生えてる雑草と似たような見た目なんですけど、なかなか水草でこの見た目のやつが少ないんですよ。テネルスは以前やったんですけど、あれは雑草のようにどんどん伸びて、あと色もあんま気に食わないんで嫌いなんですけど、これはそんな風に大量に増えることはなくて育成しやすいので増やしたいと思います。以前元祖アマゾニアで育てた南沼エビ、なんと5匹生き残ってました。大量に増えるかなと思って様子見てたんですけど増えなかった。一番増えたのはジェクスの水草1番サンドです。今回5匹最大サイズがいます。もしかしたらこれオスかもしれないので、ちょっと追加でメスを購入してくるかもしれません。抱卵個体はいないです。水槽は30センチ水槽です。ジェクス製、フィルターはこの東京貿易ペットのフィルター、スポンジフィルターダブルバージョン。塗出量 2.0 リットル以上出すとボコボコ音が鳴ってうるさいんですけど、南沼エビってそんなにエア入れなくていいんですよ。弱い塗出量で使うならばこれ全く問題ないのでこれを使います。でこれの利点は何かというと、このキスゴムの吸着力が強い。まあ、逆にこう一度つけたら外しにくいんだけど、グッピーと違って水をめちゃくちゃ汚す生物ではないのでこれでいいんですよ。これで一回くっつけとけばもう相当ね外すことはないのでこれでいいです。今回吸着系ソール使うんで、この上に餌を置こうと思います、初代の時のように。で上に餌やったらここにね南沼エビがみんな登ってくるんですよ。ソイルを分厚く敷くとね、これが浮いちゃうんですよ、ここまでソイル入れたりしたら。だからまあこれ浮かないぐらいのギリギリの高さにして、これをこの左側につけてやろうと思います。使うソイルはコトブキのアソチャです。ろ過剤としての機能はすごく良かったので、今度水草が増えるのがどうかっていうのをやっています。今まで栄養系でやってみて吸着系が一度もないんですよ。ジェクスの水草1番サンドも一応あれは栄養系という位置づけなんでね、今回これは確実に吸着系なので、吸着系のソイルで南沼エビを育成すると、育成とかほぼ放置するとどういうことになるのかっていうのを見ていきたいと思います。まあミネラル成分を吸着してしまうので、もしかしたら殻の形成がうまくいかなくて増えないのか、はたまたそれは餌だけで補えるのか、 GH が低くなるんでこういう水草がね育ちやすくなると思うんですよ。でそういう環境は南沼エビにいいのかなとかね、いろいろちょっと気になる点があるので、初めて吸着系でやります。それでは組み替えていきたいと思います。まずソイルを入れます。水草を植えない場合はどうでもいいんですけど、植える場合はある程度厚さがないと水草が抜け落ちてしまうので、5センチ以上入れた方がいいです。でこの阿蘇の天然ソイル茶、阿蘇茶に関しては粒サイズが結構でかいんですよ。低床の通水性は保たれるんだけど、粒サイズがでかいってことは水草が抜けやすいんですね、植えるときに。だからよりこういつもよりもちょっと厚くした方がいいと思います。そもそもこれね、メダカを育成するソイルなんですよ。でこれを水草と使うこと自体がちょっとあれなんですけれども、アンモニアが一切溶け込まないんでね、こう即席で使えるソイルということで、私は今回これを使ってみます。生態育成用、水草育成用として使ってみるという、それが今回の検証です。まあ、とりあえずこれ全部入れます。厚さ5センチぐらい、この状態で東京貿易ペットのスポンジフィルターがこの水槽の上から顔を出さなければいいんですけど、あ、いいっすね、ちょうどいいな。でこれ見てわかる通り、アソチャはちょっとこう明るい色してるんだよね。まあ、こう魚の体色飛びやすいっていう。次に水草を植えます。こちらの1回押したら3秒ぐらい水が出るスプレーを使います。別に濡らさなくてもいいんですけど、濡らした方が植えやすいんですよ。ただこいつの欠点何かというと、こういう風に水をかけちゃうとこの正面のとこ曇っちゃうんですよね。だからカメラで映しながらやるときにはできないっていう欠点がいちいちここ拭かないといけない問題はあるんですけど、植えていきます。あ、やっぱり硬えな。硬えので作戦を変更しまして、田植え方式であります。まずビニールを適当に上に乗せます。水をビニールの上からかけます。ゆっくりかけます。
こんな感じで適当に植えます。あとは水を入れます。次にエビを入れます。フルチテトラ、はい、組み立て完了しました。全体像としてはこんな感じ。吸着系ソールなのでもう水が透明です。皆さんに見てほしかったのはこの土の色合い。やはりこの照明を使うとちょっと明るい茶色なんですよね。だからこう魚の色が飛びやすかったです。水の中に栄養が溶け込まないので、119B1 乳酸菌配合ザリガニエビの餌というと、これ関水教授か関水教授だったっけ、これ非常にいいんですよ。大和沼エビに与えてみたら糞の量が減りました。おそらく腸内環境が改善されたんじゃないかなと思います。でこのような餌、この餌がいわゆるその水草の栄養源であり、かつバクテリアの栄養源になると思うんで、まあ、今回はこの南沼エビにこの餌を積極的に与えてどうなるのか見ていきたいと思います。今南沼エビが来ました。この子は多分オスっぽいですね。エビと比べると粒サイズがかなりでかいことがわかります。これでもマックスサイズですからね。でここで水草もちょっと育てて、で増えたら水草水槽で使ってみようかなと思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。以上、吸着系ソールで南沼エビ水槽を立ち上げてみたでした。ありがとうございました。バイ。